金は貯めようとした瞬間にダメになるようです。お金を宇宙から無限にいただいて使っていると無限に入ってくるのですが、貯め込もうとするとたまらない。これが宇宙の法則。お金が入ってくる仕組みをダム湖に例えてみましょう。ダム湖には導管があって、水はそこを通って流れてきます。ダム湖は私たちにとってのエネルギーです。エネルギーとは私たちを元気にしてくれるものです。エネルギーはダム湖のように上に溜まっています。その導管の中をゴミが止めているから水が流れ込んでこない。つまり流れ込むにはこのゴミを取り除けばいいということがわかります。このゴミは我欲、執着、こだわりという3つです。この3つが邪魔をして無限のダム湖の水、すなわちエネルギーをブロックしています。欲しい欲しいと念ずれば念ずるほど、願えば願うほど、我欲、執着、こだわりのゴミを溜め込んでいることになります。まずはその3つの思いを捨てること。ですが、先ほども話しましたように、お金は入ってきますがたまりません。我欲、執着、こだわりがなければ、お金がどんどん入ってきても貯めようとは思わないでしょう。ゴミがなければどんどん流れていきます。流れていけばどんどん入ってきます。この我欲、執着、こだわりという精神的なゴミを取り去るためにどうすればいいのかというと、掃除をすること。精神的な掃除ではありません。本当の掃除をすることなのです。